KDDI ジュピターテレコム、ジュピターテレコムケーブル TV 事業部門、JCOM 北関東株式会社 JCOM 北関東は、かつて、埼玉県埼玉市浦和区に本社が存在し、ケーブルテレビと電気通信事業を主たる業務とし、優先一般放送を運営する、一般放送事業者及び電気通信事業者であった。株式会社ジュピターテレコムの連結子会社であり、 会社故障は、JCOM 北関東であった。JCOMTV 双方向機能、インタラク TV ナビシェル JCOM オンデマンドリモート、録画予約、JCOM マガジン JCOM チャンネル JCOM テレビ JCOM ネット。ザック JCOMYMAX2 プラスサービス、JCOM フォーンサービス JCOM フォーン、プラスサービス JCOM 電力 JCOM モバイルサービス、地上デジタル放送、FM ラジオ BS デジタル放送。 専門チャンネル主なサービス、ありがとうございます。